どうも、おしっこをしてたら3回に1回は変な方向に飛んでいく男、サボリーマンです。今回は機動戦士ガンダム00より HG144/1 リボーンズガンダムを制作していきます。2009年キットか、お値段税込み1980円となっております。リボーンズガンダムといえば、リボーンズ R マークの声がアムロレイと一緒なんですよね。これはね、衝撃的でした。それでは早速開けていきましょう。いざ参ろう。1,2,3,4 説明書。ランナーを並べてみました。ランナーは全部で6枚になっています。多色成形のランナーは1枚入っています。流用ランナーはありません。リボーンズガンダムと表記がある全て新規造形のランナーになっています。あとポリキャップとホイールシールが付属します。このキット2009年製なんですが、変形ギミックといい、なんかね、完成度が高そうな作りになっていますね。先に武装類を見ておくんですが、武装は GN バスターライフル、大型 GN ビームサーベル、 GN シールド、大型 GN フィンファング、小型 GN フィンファング、エグナーウィップ、この6つになっています。武装類に関しては大ボリュームになっています。開発経費としてはガンダムバーチの技術も流用されています。一応ガンダムバーチが発展して GN キャノンというものになります。でデータを反映させたのがリボーンズガンダムオリジンになりますね。でリボーンズガンダムオリジンからリボーンズガンダムとなっています。メインの素体となったのはアイガンダムになります。他にもエクシアとか、あとフィンファングはツバイから持ってきてるのかな。他にもガンダムエクシアのデータも流用されているみたいです。はい、それではボディから作っていきます。胸部の中央はクリアパーツが使われています。クリアパーツの下にシールを貼るんですが、今回は貼らないでいきます。腕の付け根はポリキャップにカバーっていうのかな、をかぶせるような感じにして軸になるようになっています。変わった作りですね。はい、後ろ側になります。後ろ側がね、リボーンズキャノンがありますんで、なんかね、ちょっと複雑な作りになっています。なかなかない作りになってるので、これはね、作ってて面白いガンプラですね。で背中につけるリボーンズキャノンの頭部になります。リボーンズキャノンの頭部が完成しました。バイザー部分はクリアパーツになっています。リボーンズキャノンの頭部は通常の頭部をつける後ろ側にもう一つボールジョイントがあるんで、ここに取り付けていきます。いや、面白いところにね、頭ありますよ。ガンダムタイプの頭部を組み立てていきます。2パーツ構成になっていて、中央に合わせ目が出るタイプになっています。はい、頭部が完成しました。頭部はアイガンダムに似ているそうなんですけれども、ほぼね、なんかね、エクシアですよね。頭部接続していきます。ポリキャップになっています。はい、それではボディ完成しました。頭部をくっつけるだけでめちゃくちゃかっこよくなっております。合わせ目箇所ですが、上部に1箇所発生します。反対側もですね。リボーンズキャノンの頭部も2パーツ構成になっていて、合わせ目が発生します。赤いパーツの装甲にも合わせ目が発生しています。もう12年前ということもあるので、やはり合わせ目関係とかはね、段落ち処理が少ないなっていうイメージになってます。続きまして、なぜか武装類がこのタイミングで出てきます。これが GN バスターライフルという武装になります。はい、完成しました。本体は2パーツ構成のモナカになるので、中央に合わせ目がくっきりとぐるりと発生しております。続いて GN シールドになります。このサイドのパーツが展開するようなギミックがあります。肩アーマーを組み付けていきます。肩アーマーは2パーツ構成モナカになってます。上部の中央部分に合わせ目が発生します。側面にもぐるりと発生します。肩に疑似 GN ドライブを接続していきます。リボーンズガンダムに搭載されている疑似 GN ドライブは偽物なんですけど、本物並みに能力が高いってやつでしたよね。これは腕が面白い作りになっていますね。はい、腕部が完成しました。かなり面白い作りになっています。というかデザインがね、斬新ですね。本来だったらアーマーか何かつく場所に GN ドライブがくっついています。可動域ですが、肩アーマーがスイングするようになっています。この部分も動きます。肩アーマーの下にはロールが入っているんで、この部分が稼働します。肘関節は二重関節にはなっていません。これが稼働の限界となっております。まだ可動域があって、肘関節の下の黄色いパーツですね、ここにロールが入っています。なかなかね、ここにロールが入っていることないですよね。でまだあります。でこの下ですね、この部分が動くようになっています。何箇所可動軸があるんだよっていうぐらい稼働をする場所がたくさんあります。もしかしてこれ二重関節になってるのかな。一重二重、これはまさかの二重関節かもしれないですね。この稼働の作りが境界戦記のメイレスシリーズに似てますね。これ似てますよ。面白いですね。あと合わせ目箇所ですが、合わせ目箇所は肩アーマーのみで他は出ない作りになっています。はい、上半身が完成してきましたんで接続していきたいと思います。腕は軸とポリキャップでの接続になってます。この時代の HG はやはり色分けがね、ちょっと足りないなっていう箇所が多いので、シールとか貼らなかったらすごいさっぱりしますね。はい、続いて下半身作っていきます。はい、靴パーツを組み立てていきます。一昔前のポリキャップだらけの構造にな
になっております。はい、靴パーツが完成しました。ヒールになってますね。あとつま先がとんがっております。結構エレガントなデザインになっていますね。足裏は肉抜き穴ががっつりと入っています。あと関節部分に合わせ目が発生します。あと可動ですが、このように伸ばすと平らにすることもできます。この状態がリボンズキャノンにした時のものではないかと思われます。最後また詳しく見ていきます。はい、脚部作っていきます。脚部は結構ね作り込まれてますし、パーツ数が多くなってます。膝周りに可動があるとは思うんですけれども、この部分が作り込まれてますね。膝下の走行部分なんですけれども、これが面白い接続方法になっております。なかなかね見ない作りになってますね。靴パーツを接続していきます。ポリキャップとボールジョイントになってます。はい、足パーツが完成しました。パーツ数が多くてこれ結構よくできてますよ。合わせ目箇所はかなり出にくい作りになっています。関節部分も合わせ目箇所は段落ち処理がされているんですけれども、一部合わせ目が発生します。すね部分の白いパーツも目立ちにくいんですが、合わせ目が中央に発生しています。あと裏側ですが、一部段落ち処理がされていて、この部分に合わせ目が発生してしまいます。続いて膝の可動を見ていきます。膝は限界でここまで動かすことができます。2009年の HG の割にすごいのが、この膝アーマーが連動してちゃんと動くようになっています。これはなかなかね2009年にしてはすごいなっていう完成度になっていますね。まして HG なんですよね。作ってて思ったのが、この赤いパーツの成形色が思いのほか綺麗なんで、素組みでも十分に満足できる仕上がりになりそうですね。続いて腰パーツを組んでいきます。思いのほかねこのキットねよくできてますよ。やっぱり全部新規造形で1900円するっていうだけのことはありますね。また下にアクションベース用の穴があるんですが、ちゃんと蓋があって塞げるようになってます。サイドアーマーはワンパーツになっています。 HG ということもあってアーマー裏は裏打ち等はありません。脚部付け根は特に可動のアシスト等はありませんでした。はい、足接続していきます。ボールジョイントとボディキャップになってます。このボールジョイントめっちゃ折りやすいですよね。はい、上半身入ります。ボディキャップと細い軸になります。やっぱりねダブルオーのキットっていうこともあって、かなりねスタイリッシュな作りになってますね。続いてバックパックになるであろうものを作っていきます。それではブースターになるのかな、接続していきます。ここにフィンファングを取り付けていきます。フィンファンネルと間違いやすいですね。ガンダムシードシリーズだったらドラグーンになりますよね。ダブルオーシリーズだったらファングになるんですよね。接続していきます。大型フィンファングは4つあります。この4つをこのバックパックの4箇所に接続していくみたいです。なるほど、ここも稼働するようになっております。これが大型フィンファングになります。リボンズガンダムの時はちょっと寝かしておくのかな。でフィンファングを取り付けてもちゃんと自立します。バランスがいいですね。やっぱヒールがあるキットってね、なんだかんだね後ろに倒れにくいですよね。ビームサーベルは2パーツ構成になっています。バックパックのブースターファングが収められているところですね、ここに突き刺せるようになっております。一箇所だけやけに取れるなと思ったら、一箇所だけなんかスカスカになってすぐ外れる。ビームサーベルの持ち手差し込むんですけど、これが収めると収納できるようになっております。あーいいですねこういう作り。はい、リボーンズガンダム完成しました。付属品を見ていきましょう。 GN バスターライフル、 GN シールド、大型 GN ビームサーベル、キャノンモードにした時のエグナーウィップという武装になります。以上になります。詳しく見ていきましょう。作りながら見ていったんですけれども、簡単に可動域から見ていければと思います。2009年なんであんまり期待しちゃいけないとは思うんですけれども、手と足の開きはこれが限界となっております。まあ十分開きますね。あと開いた時の姿がねなんか美しいんですよね。で肩アーマーなんですけど、特に根元の引き出し気味等はありませんでした。あとは膝立ちができるか一回試してみたいと思います。スタイルが良すぎて膝下が長いのでうまくできないですね。というよりも宇宙でしか出てきてないですもんね。腰部の可動は悠々と1回転でいきます。頭部の接続はボリキャップなんですが、思いのほか可動が良くて上に向かせることもできます。あと下向きに顎を引く感じで飾ることもできます。続いて武装類を見ていきます。まずは GN バスターライフルから持たせてみましょう。この GN バスターライフルがこの部分が可動するようになっていて、ここに凹凸があるので接続ができるようになっています。このリボンズガンダムはハンドパーツが握り手の1種類のみとなっております。持たして裏側で固定するようになります。こんな感じですね。あーめっちゃかっちり保持できる、すごいな。あとこの前腕部のここがね稼働するのがねすごいですね。はい、持たせてみるとこんな感じになっております。いやリボンズガンダムって普通にかっこいいですよね。はい、続きましてシールド見ていきましょう。シールドはこの部分が開閉できるようになっています。このパーツが小型フィンファングになっています。でこの2つでフィンファングが4機の設定になっているので、多分ここら辺で分割して4機になるんじゃないかなと思います。はい、ちょっとシールドを持たせていきま
ます。シールドは前腕部の裏側に取り付けていきます。シールドを取り付けてみました。かなりね小ぶりになっております。シールドなんですけれども、この前腕部がロールするので自由に角度をつけることができるようになっています。この腕ね本当に便利な作りになってますね。続いてバックパックに収納されている大型 GN ビームサーベルというものを見ていきましょう。ここに収納されています。取り外してクリアのビームサーベルが入っています。設定だったらオレンジ色なんですけれども、なんかねすごい透明なクリアパーツになってます。これはねちょっとね、他の00のビームサーベルがあったら変えてもいいかもしれませんね。っていうかなんでクリアなんですかね。それでは反対の手に持たせていきたいと思います。持ち手もそうなんですけど、かなり大ぶりな GN ビームサーベルになっております。ちょっとポージングさせて飾ってみましょうか。続いて大型フィンファングを見ていきたいと思います。大型フィンファングは計4つ背中に装備されています。この大型フィンファングは取り外しが可能になっています。こんな感じですね。説明書とかにも特に飾り方はないので、こういった箇所に穴を開けて、針金とか、そういったもので空中に浮かして飾るのもありかなと思います。特にスタンドとかはついていませんでした。でもねこうやって宙に浮かして角度をつけたりしたら、ファンデルっぽく角度をつけたらかなりねかっこよくなるんではないかと思います。続きまして大型フィンファングの次は小型フィンファングを見ていきたいと思います。小型フィンファングはこの腰部分ですね、腰部についているものは4つになっています。この腰部についている小型フィンファングは全部一体化されているので外すこと等はできません。先ほど説明したシールドの方にも4つ小型フィンファングが装備されています。なので計8個小型フィンファングが装備されています。あと1つエグナービップという武装があるんですけれども、こちらはキャノンモードにした時に見ていきたいと思います。それでは色分け箇所をチェックしていきましょう。ホイールシールは結構な量がついています。でボディだけ作った時には色分けができてないなっていう風に思って、全体的にひどいのかなっていう風に思ってたんですけれども、大まかな色分けはパーツ分割で大体できていました。色分けができてない箇所で目立つのがフェイスのイエロー部分ですとか、あと胸部のイエローとか、あと後ろ側のリアアーマーも色分けが少し気になる仕様になっています。あとホイールシールでの補填が多いんですけれども、こういったラインにブラックの線が入っているんですけれども、こういった箇所ですね、こういった箇所はホイールシールで補われています。なのですぐみでも十分な完成度になっております。というよりもね、十分もう満足だなっていう作りになってます。少しだけ塗装するだけでもかなりね見栄えが良くなるのではないかと思いました。というよりも全塗装したらね普通にかっこよくなるガンダムですね。続いて皆さん大好きのキャノンモードに変形をさせていきたいと思います。武装は全部外すようですね。ハンドパーツ外します。で肩アーマーを下げる。で腕関節の下側を180度回転します。180度回転させたら前方に GN ドライブを前に持ってくると。でここにエグナーウィップを突き刺すと、おーマジかよくできてんな。ちょっとこれ見てたらね、あのリバーシブルガンダム買っとけばよかったって思い始めました。もう最近じゃあね手に入らないですよね。もう欲しいなって思ったきっとほとんど手に入らない。腕はこれで完成みたいです。続いて脚部参りたいと思います。こういう風に倒してこうするとなんか足がね膝がすごい方向に曲がります。この靴パーツが広がります。かかとが広がってこのように平らにすることができます。膝の角度は限界まで逆側に曲げる。こっちから見たらおじいちゃんみたいになります。これが正しいみたい。はい、続きましてですね、ここを上に上げます。大型フィンファングを縦にするみたい。明日の大型フィンファングも縦にするみたいです。なんかぽくなってきましたね。だんだんバックパックをまっすぐ起こします。このバーニアを完全に閉じます。これで完成みたいです。これ腰をこういう風に回すみたいで足がこうなると。大まかにキャノンモードに変形させてみました。あと武装も取り付けられるみたいなんで取り付けていきたいと思います。で武装を取り付けるときはバスターライフルはこのように逆向きにするみたいです。それで取り付けるということですね。でシールドも問題なく取り付けられると。はい、それではキャノンモードの完成となります。なんかね変形って言うんかな。だってこっち向いたらリボーンズガンダムおじいちゃんじゃん。こっちだったらこう股開いてるように見えるじゃん。でも後ろ向いたらリボーンズガンダム内股になっちゃってるからね。こんなんだったら00にイチコロでやられちゃいそうですよね。どうしたおじいちゃんかと思わせてキャノンモード。はい、 HG リボーンズガンダム作ってみました。色分けが多少気になるところはあるものの、2009年製でモードチェンジも含まれてこのコストパフォーマンスだったらいいキットではないでしょうか。
か。以前 RE でキット化するみたいなリストに載ってたんで、するんかなって思ってたんですけど、まだないですよね。キット一覧にはガイアガンダムも入ってたんですけどね。どうなってるんでしょうね。まあ諦めた方がいいのかな。レーダーガンダムもフルメカニクスでキット化されるので、ゆっくり待とうかなと思います。今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。最後に機体解説をまとめてみたので聞いてみてください。アニメ企画段階でのリボーンズガンダムはガンダム、ガンキャノン、ガンタンクの3つの特徴を併せ持った機体として設定されていたが、スケジュールと演出の都合上タンク形態への変形はオミットされた。その没案を流用する形で設計段階ではタンク形態も存在したが、ツインドライブ実装に伴いオミットされたという設定がある。この設定はリボーンズガンダムオリジンとして00公式バリエーションに昇華された。イノベーター用に開発されたゼロガンダムの発展機であるアイガンダム GN キャノンをソに持つ。本来はアイガンダムと GN キャノンの2機で連携して戦うことを想定していたが、自分以外は誰も信じていないリボンズが、誰の手も借りることなく自身の力だけで戦えることを望んで、2機種の機能が一気に集約された本機が開発された。機体を前後逆にひっくり返すことで GN キャノンの特性を持ったリボーンズキャノンへと変形する。本来は全く用途の異なる2機の性質を強引に1機にまとめたために、各形態ともに特化性能で原型機に劣る部分があるものの、リボンズの操縦技能によってほぼ完全に補われている。また万が一ベーダが奪われる場合も考慮し、独自の操縦システムを搭載しており、ベーダのバックアップが立たれても問題なく行動できる。他の特徴として疑似対応路によるツインドライブシステムの搭載がある。これはアニューリターナーがソレスタルビーイングから奪取してきた情報によって完成搭載されたものである。トランザムシステムも搭載されており、それまで叶うものがいなかったダブルオーライザーと互角以上に渡り合った。最終的には相打ちに近い形で大破するも、ダブルオーライザーからオリジナルの対応路を奪取。その後リボンズは放棄されていたオーガンダムに対応路と共に乗り換え、リボーンズガンダムは乗り捨てられている。なおリボンズはその高すぎるプライドから、本機をもってしても刹那に勝てなかった理由をオリジナルの対応路と疑似対応路との差のせいだと考えていたが、実際はこの頃にはすでに機動兵器の動力源としては両者の差はほとんどなかったとされている。